ゃんとバックタービーになってますやん。はい、じゃあサージタンク作るんですけど、今日はこの板部分、こいつと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 板になってる部分は三住のメビーに発注して入ってきたんですよ。で、あとこの板じゃないこういうちょっとしたこういうニップルとかネジ穴とか、まあこれネジこういう形なんですけどね、中にネジ切ってやってこっちは貫通してないっていうこういうネジ穴とかはうちで作らんとダメなんですよ。めっちゃ高かったんで。だから初めにこれをちょっと塩さんにまず作っていただいて、できたぐらいに私が全部を溶接してこの形に組み上げますっていうことを今日ちょっとやっていきたいと思います。はい、フルバックで削ってます。はい、材料作りました。で、ここからさらに削り込んでいきます。とりあえず4ミリ引きます。ああ綺麗、いい感じ。うん、よし。はい、次エンドミルで削っていきます。はい、荒取りしました。ここからさらに削っていきます。はい、はい、加工します。今日も加工。はい、はい、座繰りします。座繰り深さは 1.4、 1.2、3、4、 ここまで。はい、できました。こんな感じ、バリ取って終わり。はい、はい、これ作った部品です。で、これがサージタンクの部品、結構ちょっと高級仕様なんですけど、これをこっちにカポッと。レーザーで相手切っとるんですけど、結構ピチピチにはまりますね。で、これを溶接して、ここに温度センサーをつけます。はい。はい。これ作ります。はい、10ミリ。はい、10ミリになりました。次これ作ります。はい、できました。こんな。はい。はい、できました。はい、とりあえずこんだけ作りました。あとパイプ切って、溶接ですね。こう入って、で、ここに、まあなんせこんな感じで、これで溶接してもらいます。こんな感じで。はい。はい、はい、一応マフラーつながったんで、次サージタンクですね。サージタンクができて、ここにつなぐとエアクリは何にしても火球効くようになるんで、塩さんにこのニップル類全部作ってもらって、うん、全部の部品が揃いました。完璧ですわ。もう美しい、完璧ですね。ほんならそれつけて合うかどうか、一回これでちょっと入るかどうか見てみましょう、うん、これでこうこうやな、うん、入る。あ、入った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 入るんやけど、ここにパイプがこうでんねんね。まあ、これついとって入らん、とて入らんとあかんねん。で、これが折って入らへんやったら、もうここフランジにせなあかんねん。ここにガスケットも置けて、うんうん、このタンクのここ。おったおった。この穴にこいつなんですよ。これやね。ここは
ターボホースで行く、お、うん、完璧やんこれ、純正と同じ位置にレギュレーターの、おーおーホース切れた、おお、普通ここやね、このバッテリーのとこにこいつなんか合いへんような気もするんでもないけど同じ位置にしたから合うはずですよ、うん、であとここに小物入れが刺さると、あこれでも収まりええな、キックに当たらんようにせんとあかんな、これがあることによってめっちゃ取りにくくなるね、まあむっちゃ言うてしもたらエアクリーナーボックス取るときにもうタイヤ外さなあかんしあでも後ろにすらちょっときついんかな、横幅あるからこれがあったら、ね、うん、これはもうほんま外れるようにした方がええかな、まあタイヤがあってもこれはこう取れますから、うん、こうでこうやね、インナーフェンダー外す、うん、あインナーフェンダー外したらいける、こういけるってことですね、うん、だからこれインナーフェンダー外すのは必須ってことで、うん、ご理解いただいて、でこの辺についてでこう引っ張引いてこうやね、うん、あちょっと待って、中落ちたわで、あ反対落ちたわ、えちゃうわ、あこれかこうですよね、でこう一定のこうでこうですね、うんうん、あこれできますね、だからこのままつけてもべちょないですね、うん、うん、べちょないべちょないです、ほなまあこれを下級的速やかに作りますわ、うん、下級だけにちゃうんかいなちょっとおっさん臭いなって思いますけど、でどこ行ったん先のあ落ちるわ、うん、純正のエアグリー結構でかくくぼんどったんで、あ、はいはいはい、だこの領域絶対ビードかからんとこうと思ったらこの大きさになったんですよ、丸々この形、うん、うちで試作するってなったらめんどくさいでしょ、うん、めんどくさい、近くでないと、うん、まあこれでいいかな、これメビー結構ピシャピシャに上がってきたな、これめっちゃ楽やで、溶接するの、うん、マフラーとかってあのスランとあかんでしょ、だからあの間空いてまう、うん、開きまくりやなとこがあるんですけど、うん、これがピチピチなんで、うん、もうスーってつけたら終わりですね、うん、これ順番考えて溶接せんとあかんね、だから内側からやるやつはもう全部先に溶接してもらえんじゃん、でこれつくんかな、ちゃんとこれあの温度計なんですよ、温度計どこ行った、ここちゃうか、この辺に俺、あ、おったおった、これや、あバチグーですわ、うん、これ溶接していきます、はい、順番間違えてどうしても無理ってなったらもう一個発注せなあかんなります、はい、なすいません、はい、やっていきます、はい、はい、サージタンク溶接していきます、まずは脱脂ですね、さあはい、一回一旦全部点付けできました、よっしゃ、これで最後や、あ、最後でもないわ、あとこれつけて、このパイプつけたら終わりだな、あーアシュラマンになりたい、どうしようこれ、もっと手返しよさ、もうこれで根性で埋めろ、行くで、あたた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 こういう時、こういうもんが欲しい、ないねんなそれはちょっと塩さんに委ねようか、これ、はい、めっちゃうまかったね、何にも見てへんかったけど、あ、いい感じじゃん、よし、まあ、これで適当に盛りまくりますわ、はい、盛り山の元だ、よっしゃー、サージタンク完成、よし、いざー、はい、とりあえず着きました、けどもこれ燃料ボークのなんていうかベース板とエアクリで配線を抑え込んどる感があるね、しかもあとこれかバッテリーのベースでこの3つのプラスチックで配線を押し付けてプレスしとう感じがしますね、全然つけへんかった、当たるとこ避けて設計変更ですね、たった3点のボルトが全然つかへんかった、はい、サージタンクできたんで次は吸気っすね、吸気というかコンプレッサーやね、コンプレッサーについてるとこの配管をちょっと作っていかなかったんですけど、これまあ図面この通りにはあの当たるからできないんで全然ちょっと現場で合わせて違う形にしますけど、エアクリがつくとこのこのパイプとでエアクリのパイプにブロバイガスとエアインダクションつけながらね、これをつけれるようなパイプとであとこれやね、こっから吸うて下級かかったやつがサージタンクに行くんですけど、こいつもちょっとパイプ切って溶接せなあかんですね、これを作ります、はい、溶接あるあるだと思いますけどだいぶ間が空いてしまいました、無理やりビートで埋めます、
今の条件はですね、ポリフローが 2.3 の初期電流 10A のパルス140のベース電流60のコンマ 8Hz クレーター電流が 10A で 8.3 秒アフターブレース、これやってますね。あ、意外とったなこれ、いけるんだ。ネジの際どいとこが埋まってもたんで、これはちょっと削らんとダメですね。めんどくせえな。はい、ボルトが入らなかったので削ります。リューターに 6π のエンドミルつけてます。エンドミルでも削れるんですね。なるといいでしょう。はい、フランジ、はい、ではですね、タービンの手前にブローバイのホースとエアインダクション、排気ガスにフレッシュエアを導入して燃焼促進するという、その吸い込み口、ここからマフラーに行くんですね、バルブを通じて、のニップルとブローバイのニップルをちょっとつけていきます。でですね、パイプに穴開けるわけなんですけども、こいつですね、まあ大体この位置でいいんですよ。この中心が分かってないと真ん中に穴開かないんですよね。けども、こういう時は適当に中心出したい時は適当に中心出す方法があるんで、ちょっと紹介したいと思います。まずセンタードリルを開けると思うんですけど、このセンタードリル使うんですよ。センタードリル、こいつを使ってですね、大体の場所で中心で受けることができるんですけど、この2箇所に開けたいんですよ。でこの中心が出したんですけど、ちょっと擦らしといてこう走らすわけなんですね。そしたらこんな感じで溝が入るんですけど、こいつの真ん中狙えば大体出るんですよ。こうやって出せば大体の中心が出ますね。ちゃんと出したい時は芯出しバーで端面開って出さないといけないんですけど、今回別溶接なんでそんな精度いらないんで。まあ大体真ん中できるでしょ、これ。これ溶接してホース完成ですね。はい、着きました。ちょっとここが狭くて電極こんぐらいでめっちゃ突き出しましたね。このトーチガスレンズ付きなんですよ。中に網入ってるやつなんで、ガスレンズ付きのやつは結構整流されて出てくるんで、普通のやつより突き出し大きくできますね。来ました。ここネジ入るかどうか分かりませんね、これ。これパイプこそせんとダメですね、これ。もうネジのとこにかかってまうわ。まあ今回ちょっと削ってごまかして使いますけど。だいぶ遠いな。ここが遠いな。あ、遠いですか。そんなもんかなと思って、そんぐらいしたんですけど。いや、もう完全に出会うぐらいでいいよ。おお、めちゃめちゃ絞りますね、それ。このマンドめっちゃ確かに。範囲広かったですね、適応範囲が。はい、もうこれつけたら。はい。エンジンかかるで。なんとかかかりますね。で、まだあれなんですよ。ブローバイだけは繋いでないんですけど。まあ、下級かけんのには。いきますよ。かかるかな。まあまあまあ、一応、予備ではかけとるから。いくで。おお、ここに分厚くてだろ。ごめん、吸気温センサーつけてない。吸気温センサーこれやな。今さらつけられる位置ですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、では改めまして、はい、いきます。走れるんかな、それは。走る装備は全部ついてる。おお、一発一発すごい。スロットルの前やから、スロットが見えへんの。ああ、そうやね。スロットルの後もつけなかった。ああ、あれかね、こっから、こっからもつけた。取りました。乗るようにしてた。ちょっと少々お待ちを。後ろ開けましょうか。はい、今から敷地内ちょっと試走します。出るのがまず厳しい。無事
出ましたよ。出たけど、あ、ちょっとこのタイヤが邪魔っすね。気分かな、怖っ。まあ言うても危ないから、いきなり何か、ブワーってやって全開そうだ。早い、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 ほんまにちょっとだけ早い。ちょっとだけかよ。